筋らしい。本日のゲストは時代劇の大御所、桃から生まれた高橋英樹。高校在学中にデビューして以来、テレビ、映画、舞台と常に業界をリードしてきた男が一発勝負の即興ドラマに挑む。即興ドラマっていうのはどうなんですか？それやったことないね。うん、長いことこの業界やってるけど妙に緊張してますよこの言葉とは裏腹に落ち着き払った高橋は鶴瓶相手にどのようなストーリーを築くのか。一つひとたび限りの即興ドラマ、二つ普段着自前衣装、はいはい、三つみんなで永久保存、こうご期待。パワー。今日はですね、設定が焼却炉の前、そして男2人、こんなことやられたことないんじゃないですか。すごい方ですよ。僕は芝居をするのは初めて、芝居という設定をするのは僕は初めてです。それではご紹介いたしましょう。高橋英樹さんでございます。おお、言ってます。中でどうもどうも。こんなん、いやだから僕ね、ふざけた方やな思いますよ。普通そのなんていうか、まあ言うたらね、銀幕から出られて、それからそのまあテレビでももういろんな主役やってこられたのに、でまあこういうなんてあんまりウケないじゃないですか。そうですよね。やりませんよ。こんなもんやりませんよ。やらないですよ、大体。高橋秀樹という看板がありまんねんで。うん、いや、もうそれ捨てた。いや、捨てても、あれですね、捨てられないんですよね。捨てて、僕らからは、焼却炉の前、男二人です、うんうん。もうあんまり何も言わない方がいいと、僕も何も考えてないです。考えるタイプじゃないもんね。何を言ってんだよ。なんかいつも考えてるみたいに言うけど、だって普段考えるタイプじゃないじゃん。でそんな人見ない。出任せをこうやって。でってあ、そうですか。ずっとそれ出任せで二十何年間やってるわけでしょ。29年出任せです。出任せ一丁。そうでしょ。でもね、出任せっておもろいですよね。だから出任せのできる人はすごいなと思うのよ。ただここに来てゲストが出任せでしょって言わはったの初めてです。あ、そうですか。でも間違いなく出任せだよ、ね、いやいや、だからそれが分かるのがおもろいな思って。いよいよ。でもこの間ね、あの、はい、軍事が言ってたよ、はい、なんか稽古つけてくれって電話かけたね。それは絶対に出任せだって言ってた。それこそ出任せって。なんだこれ、すげえな。イエーイ。この番組は台本も打ち合わせもない即興ドラマをお送りしてまいります。そのため辻褄の合わない流れや気持ちの悪いが、さらには互いの腹の探り合いなども見え隠れいたしますが、あらかじめご了承くださいませ。今回の設定は焼却炉の前の男2人でございます。スタジオには集合住宅に付随する焼却炉を用意いたしました。またセットの外には持ち道具も数点スタンバイしておりますが、これらのものを使用するかどうか、そしてこの状況をどう解釈しどう演じるかは出演者の自由となっております。どうしたらいいの。どっからどちらかから出てくる。痛いの。いや僕は出任せやから。どっち、うん、しかしね、正直言いますと、うん、入ってくるとこれ僕この長い106回の経験から言いますと、入ってくると喋りかけるのは入ってくる人ですわ。ああ、そうでしょ。やってる人は作業したらいいんです、うわぁ、びくしゃ、びくしゃら、おい持ってるね。開けといてよかった。俺ほんちゃんびくすで。これ焼却炉の中は照明さんが作ったダミー炎です。へぇ、なんでそんなもんがあるの。だからこれ事件をなんかしようとしようんでしょうね。事件絡みですな、うん、こんなわざこれでね、これでこれで
これで、うん、これこんな人間いないやろ。どっちから入るかしましょうか。そうですね、どうしますか。あ、どっちでもいい、じゃんけんしますか。僕もじゃんけんします。じゃあどっちが入る方、さっき決めときましょう、じゃんけんに負けたら入ってくる方、はい、ね、そうします。で、勝ったら、あ、そのどんどん、それだけいらんこと言うこと。それではじゃんけん、ほい。今僕は中にいます。いますか、はい、では入ってこられる、はい、これじゃん。ああ、これ捨てていいのかな。ああ、やっときますわ。ああ、これどうする、これ入れる。ああ、これもやっときます。ありがとう、ありがとう。あ、入れてもらおうかな。この中入れときゃいい。寒いね。これもやっときます。で、これもやっときましょう。これ大事、これ大事なもの。ああ、そうです、うん、だいぶくれてきたね。ああ、はあ、いや、あの気ぃ付けとくなで、これでもあれですね、ここへ間違って焼いてしまうって後から飛んできはった人でもある、斎藤さん。で、そんなのことをそのここで、まあ、いや、なんか用事あんねやろけど、大丈夫、大丈夫。これ焼かれたら大変だもん。おじさん、何でも焼いちゃうんだね。いやいやいや、あのね、向こうの大下さんって大きな家ありましたろ、はい、あの前の、あの森の向こうの、そうそうそう、うん、あの人がなんかさ、早うにここへブワー書類持ってきてブワー入れはったんですよ、うん、その後、なんや知らんけど、その国税局が思いますわ、もうどれ止めー言うて、っかい揉めて大変だ、そりゃ見つかっちゃったの、それ見つかって、なんかだから後から連れて行かれましたな。だから後でって言うて、でここをもう止める、ストップすると、困りますね、これ、これ、これ、まあ、大丈夫、これ大事にしとくから、こんなとこで持ってきたら、あ、そう、燃やされると困るかな。で、あの、あ、まあ、よろしい。え、いえ、おじさんずっとやってんの、これ、長いの。いや、ここをずっと、この担当は全部最初持ってまんねんけどね。いつから、いつからって、まあ、まだそれ4ヶ月ぐらいですわ。前の人がなんか調子悪くなったいうんで、これやっぱり具合悪くなるのかな。うん、僕、ごめんなさいね。いや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 、ちょっと開けないか、ちょっとこれでだいぶ抜くなりまで、このコロッと、そうでしょ、おー、これ抜くなるね。よく燃えてるわ。言うだけめんで、え、木村さん、うん、あのここへ大事なもんあるから探してくれって言うて、大変やったけど、なくさはったんやない、なんかなくしたいって言うてありましたな。ああ、そう、だからここに積むたのまで。おじさん、いつもそういうの苦情を受けちゃうわけ。そうですがな、大変だね。4ヶ月前何やってたんですよ、ここへ来る前。前はあの JR の、JR、うん、JR のあのあれでさ、新聞とかそんなおろしてまして、 JR の新聞、JR のとこのキオスクってありました、あそこで新聞とか雑誌とか、あ、あれをおろしてました毎朝。あれも大変だよね。でも奥さん、うん、なんか、いや、この奥さんのことばっかり聞いて悪いけどあのモデルさんでしょ、なんかモデルで、モデルで、そんな若いやん。いやいや、そんな、いや、それもいやだ、前の木村さんが聞いてはったわ、うん、あそこの関口さんの奥さん綺麗なぁ言うて、で、うん、17違う、そうでしょ、そうそうそう。お宅は
うちはもう、嫁はもう早く死にました。一人？お子さんと一緒？いや、子供ももう、専門一人、もう今、外国に出ますわ。ベトナムに。寂しい。ベトナム寂しいね。ベトナムの人と結婚してね。そう、ベトナムの人と結婚したの。女の子？女の子です。女の子。それちょっと心配じゃないの？いや、もうよろしいね。でもまあね、こうやって年いってからさ、時間おまんのか。時間あるよ。すいません、あと座るもんないじゃん。いや、よろしい、私作業ちょっと木村さんに頼まれた、その作業だけ。あったかくていいやね、ここね。そうですわ。匂いがちょっとくるけどね、ちょっとね。それじゃ新聞運んでて、綺麗なものやってたのが、このね、ゴミばっかりの世界になっちゃって大変だ。でもよく似合うよね。よかった、本当。いい仕事見つけたな。それは今のちょっと嫌いますって。いやいや、そうじゃなくて、やっぱりこういう仕事をね、ちゃんとできる人ってなかなかいないの。おじさんみたいに親切に。来た時にね、感激したよ、俺。いやいや、山田とは昔から連れてんねや、管理人の。そうそう、101に住んで、山田。そうなの。だから山田から聞いたんですよ、お宅の奥さん綺麗って。あの人おしゃべりだからね。そうですね。でもまあね、奥さんもまあお宅でもちょいちょい家あげはりますからね。弟さんようきはるって言うとありますわ、弟さん。嘘。この間 もうバタッと部屋から出てきはるの見ましたで、弟さん。嘘。弟さんですか。弟っていませんけど。弟ほんな誰やろな。弟？おかしいな、聞いたことない。弟さんやって言うてましたで、山田も。弟さんやって言うてる言うて。言うてるって、そんな。いえ、まあそれはよろしょう。まあ、いや、よろしくないでしょ。いや、弟。ちょっと真剣に。いや、そんな心配なんだけどね。ごめんなさい、今度はもう整理しますわ。いや、整理して、ちょっと。あのね、山田に怒られるな。まあまあ、そんなの落ち着いて。いやいや、だからね、これね、言うなよって言われてたんだけど。いや、もうよろしい。いや、よくないよ。ちょっとちゃんと言って、ちゃんと。どういう状況で、どういうこと。いや、だからお宅の奥さんは綺麗や言うて。それは綺麗ですよ、綺麗。そこは分かりました。それからで、まあ、よく親戚の方が来る家やな言うてね、若い子も来てたりしてって言うてたっていうことを、まあ、山田から聞いて、僕もなんかフェラーリ乗ってる人で。フェラーリさっきのゴミどこやったかな。あれ、なんかないよ。おかしいな、そりゃ。いや、さっきのゴミってなんでないの。いや、なんか俺が使ったもんじゃないやつが入ってんじゃないかと思ってさ。もう燃やしちゃった。燃やしちゃった。おかしいな。でたらめ言ってんでしょ。いやそんなことないよね。いやいや、ちょっと、もう一回、大事なものがあるかもしれないから。これはもう私に預かったんですから。いや、お宅が私に。でも、うちのゴミだから。いや、うちのゴミでも、ゴミはもうお宅に預けるって言われてるから、この権利は裁判所に出ても私思わんねんで。それいらんことしないの、もうそんなもん。いや、でもこれは、まだあなたに渡したけど、ここに入ってないわけだから。いや、私がいらんことは言うたことによって、奥さんが非常になんていうか、まあ、奥さんが非常にあなた疑わはーってやね、あれだって二人がえらい揉めたりしたらあかんので、私がちょっと先に確認させてもらいます。そうか。そうか。この間何日間かおられなかったでしょ。私ら山田とよう喋ってまんねん。それきっとね、木村さんの奥さんの間違いだ。多分。違う？木村さんの奥さんもちょいちょい。なんあんた、こんな安倍川餅食べありました、ね、食べる甘いもん好き。ほんなこれはお宅ね。タバコ吸わはりまんの、お宅。いや、すいませんよ。ケント吸わはりまへんか。
あ、これ女房の親父がね、好きなの。いや、タバコやないの、その横にあるやつ、これこんなもん、これ何やこれ。これびっくりしたか、こんなん使わはりまんのかね。こんなもんあるかな。これね、女房の。え、女房の何、これ女房が使うんですか、お宅のあの綺麗な人が。え、あ、これお宅。やだな。いや、やだなって。こんなもん。なんだ、隣の木村さんのゴミ持ってきちゃったよ。え、まずいな、これ言わないでね。うわ、木村さん、あんた、まずいや。木村さん、だから内緒にして。これあかんわ。まずいよ、それ。木村さんのゴミ間違いになっちゃったよ。振りました。だから見たこといいなね。いや、言わない。絶対言うたら。これ、木村さんの。間違いない、ね。間違いない。ほんなら振りましたからね。よかった。なんだ、この。よし。ああ、ほっとした。ほんまに。ねえ。でもさ、男ってさ、寂しいね。そうやって見るとね。つい疑ってしまう自分が悲しいよね。山田もね、そない言うて。私はここにずっといてますけども、山田ももうほんまにね、なんていうか、男も確かに浮気する時代やけども、まあ浮気は男は性分としてしまうけどもね、はあ、もうなんか結婚するのが嫌なった。で、山田も48やのに、独身でずっと。あ、それはね、ずっと独身で来るとやっぱりそういう考えにもなるだろうね。あのね、木村さんとこの奥さん、ご主人が出て行ってからは若いの連れ込んでますし、それからあの山下さんとこの、あの奥さんも、このまま連れ込んでるし、それからあの、あれ、こっちの横のあの507の関根さんとこ、あ、この奥さんあれ50なんぼですって。せやな、なんかもうみんな、もう山田がみんな知ってますわ。あそこどうなんだろう、あの国税所入った、あのほら、大下さん、大下さんとこもえらいこっちゃ。あ、そう。もうなんや、そんなもん、ほんと4年ぐらい入らなあかんらしいですよ、刑務所へ。ああ、真面目に仕事してるのが一番だな。あ、ねえ、おじさんなんかいいよ、偉いよね、ほんとに。病気もしないんでしょ。勉強全然。病気全然しないの。ええ、いいな。絶対それは言わんといたっとくな。いや、山田には。もちろん言いませんよ。山田はもうほんまにかわいそうやん。いやー、健康が第一だよね。でもなんかさ、家庭の中がさてさ、ガタガタするのも嫌だしね、一人でこう暮らすのも嫌だよね。おじさん、なんかちゃんと食べてる？食べますよ。え、ちゃんと食べてるの？おいしいもん食べてる、ちゃんと。え、だからそういうものをさ、ここに捨てた。ほらほらほら、おじさん、ダメ、人のうちのゴミね、漁っちゃダメ。捨てましょうよ。ね？ダメダメダメ。あっち。そうか、おじさん、なんで詳しいかっていうと、ゴミ全部見てる。いやいや、いい、大丈夫、言わない。あの、近所の人に言わないから。ゴミ出しても気をつけろなんて言わない。ね？言うとおじさん、俺仕事もなくなっちゃうもんね。これなくなると困るでしょ。だめます。やめる？いや、だ言わんといてもない。いやいや、だからもう本当ね、楽しやらないようにね。ええ、それはね、寂しいの分かんのよ。で、どうせな、こう見るんなら、この新聞いっぱいあるから、こういうの見て、あのね、世界の状況とかさ、日本の状況とか、こうやって見てる方がいいよ。個人のさ、そんな噂話みたいなものとかいっぱいあるしてると さ楽しいだろうけどね。ね、おじさん、頑張ってやん。絶対言わんといてくなるや、山田には怒られます。さかい、お願いします。言いませんよ。もうそれはもう言ったら私の方が恥ずかしいから。奥さんのこともね、頼まして。何が？いや、だから奥さんのことも、もう奥さんのこんなこと言うてたいうことも。ああ、もちろんもちろん言いません。そんなこと言ったら私が怒られますよ。何の話してたんだ。木村さんの奥さんにも言わんといて。ああ、もちろんですよ。あ、やっぱりね、同じとこ住んでる人たちはみんなね、やっぱりこう秘密をこういろいろ持ってるかもしれないけど、喋ってはいけないよね。ええ人やな。何があるか分かんないから。ええ人や。え、あ、帰んの？帰るの？いや、ちょっとゴミ取ってきます。ああ、そう、すいませんね。ちょ、じゃあ、バイしてみましょうか、ここで。頼みました。
ちょいちょいここまた変なの捨てに来る人います。はい、これは燃やしちゃいけないんだな、後でまとめた方がいいな。それにしてもちゃんと、これは燃せないし、これ燃せない、燃せないもの。 OK です。はい、ドキドキするわ。いやいや、のどかによあれ何を見つけたって言わそうかな思ったんですけど、まあ言わない方がいいんですよ想像の世界で、想像の世界で、名前がいくつも出てくるから誰がどの人だか分かんなくなってさあ、僕が言うのよ。はい、よっ、大体ね、ああいうその世界の方っていうのは全然こうついてくるとかっていうのはすごく苦手なんですけど、なんぼ言うてもついてきはりますねふざけてますよあの人とか平気ですよ。でどんどん俺名前言うとどんどん名前出てくるでしょあれ名前出すのってごっつい難しいんですよ。何人かあげよう思ったって、で整理していかなあかんでしょ。何人出たかな、あれ7、8人出ましたでしょ。で誰が誰やわからなくなってきた。それでは登場人物を確認してみましょう。まず高橋秀樹さんが関口さんとなり、関口さんのお隣が奥さん浮気中の木村さん、この間書類を誤って焼いてしまった斉藤さんに、先日国税の査察が入った大下さん、管理人が101の山田さんで、現在不倫進行中なのが山下さん、関根さんの奥さん、さらに名前は不明ですが関口さんの奥さんが17歳年下の美人で、木村さんの奥さんの浮気相手がフェラーリに乗っていて、関口さんの義理の父は剣道水、それに元 JR で働いていた鶴瓶本人も合わせて計12人が登場する大キャスティングドラマとなったのであります。それでは見ていただきましょう。また男前な、男前なおっちゃんですよ。あんなはっきりした顔のおっちゃん。それではご紹介します。ここへ出てきますよ、ほんまもんが。動く高橋秀樹が出てきます。ちょっとすいません、ちょっと待ってくださいね。今桃太郎侍に変身してます。それではご紹介したいと思います。高橋秀樹さんでございます。どうですか持って帰りますかいや、まずね、まあ何でもいいか、やってみようかと思われるきっかけんか、うん、いやだってこれで例えば失敗してね、ここで失敗してもう絶句して何もできなかったと、鶴瓶ちゃんと一緒にやったけど、もう鶴瓶ちゃんはよく喋るけど全然絶句して何もできない、あの人役者何やってたのって言われても、別に役者の本業にどこまで響くかなっていうふうに考えると、うん、まあ別段響かないかなだからどっちがすいません、どっちが口から出ますかって高橋さんのが口から出まかさんなんですよ本当に。本当その辺はね、おもろいな思いますよ。ちょっと見ていた皆さん、そこまで知らない方でしょ、そんなええ加減やいうのはね加減ですって、ほんまに。それでは出て、これね、これも何の意味もなく、これね、これも何の意味もなく、もうちょっと何にも考えてませんからね、これ。僕も何も考えてないですよ。ただね、あのゴミがあったら開けたなるんですよ。ああ、なるほど。こういう芝居になったでしょ。日常はそんな、いやいや、人の汚いゴミ、要さらばそんなね。おいちゃん、ちょっとこのおいちゃんの一言でねこれで、あ、もうゴミの口から出まかせには口から出まかせなんだよ。おいちゃん、あ、へーって、いや、最初はだからね、ふっと出てきてね、はい、ぎゅっとしようかなと思ったんですよ、はあはあ、何者がいるのかと思ってそれよりはまあ普通に入ろうかなと。そう、これがね、どうしようかなって一瞬で、これで変わってまいりますよ、うん、ここで寸前うぅって言われたら、そうそうそう、うぅってなる力で任せの人間はうぅうぅってなるんですけど、これでのどかになったんですよね、うん、どうぞ。これじゃあ、これ捨てていいのかな。あー、やっときますわ。ストップ、ストップ。これ捨てていいの、ゴミ出さはることってあるんですか。
あの自宅の前にゴミを出すのはやりますよ。え、日常ですよ。日常です。高橋英樹が家の中家の中のゴミを集めて、うん、いやそれは誰かが、いや奥さんも出すこともあれば、高橋英樹も出すこともあるんです。もちろんもちろん、そこ日常みたいな。私はねものすごくマメなんですもう何でも自分でやるんです。だからゴミをよく出します。あ、これは出してる口調なんですよ、はい、おじさんこれどこやっていいのっていうのはね、これ出してる口調ですよ。迷う時あるでしょ、時々。そうそう、これ焼けるのかな、これどうなのかなって。乾電池なんかね、置くとこは洗うんですよ、うん、いやどっか置いてあるんやろうけど、東京ってねものすごい分別ゴミちゃんとしてるんですよね。こっちはどうなんですか。こっちも大変ですか。あ、大変だね。だってさっきスタジオ の, あの控室にペットボトルは自分で持って帰れって書いてあったからねそうなんです、これが貼ってあるんです。そら僕はそれを見てしばらくじっと考えてた中入れときゃいい、寒いね。これもやっておきます。でこれもやっておきます。あ、これ大事です。これ大事なもんな。あ、それ、うん、これ焼かれたら大変だもん。おじさん何でも焼いちゃうんだね。いや、ね、向こうの大下さんって大きな家ありましたよ。大下さん、はい、あの前の。あ、あの森の向こうの。そう、うん、あの人がなんかさ、早うにここにブワー書類持ってきてブワー入れはったんですよ。で、その後なんや知らんけど、その国税局は思いますわ、もうどうやっとね言うてやっぱり揉めて大変だ。そりゃ僕はこのノートから発展したんですよ、あれは。あ、そんな帳簿、帳簿なんかそんなあるんやなと思って。でそれは後に、まあ、あのなんかそこと、まあ言うたら関根さんが、まあ関根とは思ってなかったですけど、そこに関連して、え、関口か途中で名前が出すぎてもうどれがどの人だかもう全然分からなくなっちゃう。前から知ってんの関口さんをなんで君が言わなかった関口です。いつの間にかもう出てくるならいきなり関口さんにされちゃったから早いこと出したら、どこかここの辺出てこなあかんな、関口さんとか言うたやつはね、つなげようかなとは思ったんですよ、なんか振っといてね。どうぞ。大変だ、そりゃ見つかっちゃったの、それ。見つかって、なんかだから後から連れて行かれましたな。だから後でって言うて、でここをもう止める、ストップすると、これ困りますね、これ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 、まあ、大丈夫、これ大事にしとくから、こんなとこで持ってきたら、あ、そう、燃やされると困るかな。で、あの、あ、まあ、よろしく。え、おじさんずっとやってんの、これ長いの。そう、いや、こここれはね、俺またここの人じゃなくなるようにしようかなと思ったんですよ。あの、そうか、あの、言うて向こう行きなはれ言うて、うん、ここの人じゃなくなるようにしようかなと思ったんですけど、うんうん、またおじさんずっとやってんのって言うからものあの心地いいんですよ。もうずっとやったことで一言一言で変わるんですよ。決めるとね、非常に難しい、逃れられんようになりますからね。そうですね。そうでしょ、なんでそれ分かるんですか。固まっちゃうと、どうしてもそこ、そのキャラクター、人格を決めちゃうと、その人格からちょっと外れようと思うとすごいエネルギーがいるんですよ。なんでそんなに分かりまれ。いやいや、そうなんです。それは芝居の世界でも、芝居の世界でもそうです。だから何か何まで全部固めちゃうと、そこから逃げられなくなっちゃう。そうすると、ここで例えば手紙を渡す、いや、この人手紙を渡さないな、なんてふと考えちゃうと、手紙を渡すシーンがあっても、こんな渡し方できないとかって言い出す人がいるんですよね。ああ、なるほどなるほど。もう、決めてしまうからね、決めてしまうから前からね、人間なんてコロコロ変わりますからね、人格は。人、また A という人に会った人格と B という人に会った人、喋り方っていうのはやっぱり付き合い方によっても違うし、ね、違いますしね、その環境によっても変わるじゃないですか。変わりますよね。昨日と今日と人が変わるじゃないですか。そうですよね。ところが役者っていうのはやっぱり作っちゃうとその人格から抜けられないってとこあるんですね。だからもうあくまでも周り固めちゃってるから、そこから出ていけなくなっちゃう。で、そういう手法をしはることもあります。ありませんこの笑い方はないと思うわそういう手法は。いや、ないです。そうですね、はい、そうやないと幅広くできないですよね、だから朝撮影所に入ってきた時からその人格になりきってる人いますよ。偉い役やってる人はもうずっとこうやってこう撮影に入ってくる時からもうこうやって入ってくる人いますよ。だからもう、あの、ペーペーなのにお辞儀しないと挨拶返さないやつ
もう偉い役だからこう偉くなっちゃった。頭おかしい、おかしいでしょ。でも朝からそういうふうに朝からもそうしないとそこ行けないんですよ。そっからやると養成いう人いてるんですか。そうなんです、いるんですよ。僕はギリギリ例えばまあ本番用意スタートカチンってなるんですけど、カチンコっていうのがなるんだけど、そのカチンコが鳴る2秒ぐらい前まではデタラメ言ってるんですよ。ベラベラベラ喋ってる。それで2秒ぐらいの間にふっとこう人格を変えるというのが役者をやってるなんか喜びみたいなものが感じられるわけですよ。それまでもうバカな話あーってやって、おのおのが立てやる。いや、ここをずっとこの担当は全部最初持ってまんねんけどね。いつからいつからってもう、ま、もうね、分かったよ。ずーっと質問攻めですよ。途中からもうええかいせえよと。何してんの俺に。ずーっと俺が逆や、俺がインタビューせなあかんの。ずーっと質問攻めですよ。人格作っていかなあかんねん。ひどい人やね。それは聞いてる方が楽ですからね。大体分かってきやりましたから。口からで任せ。芸能界口かば出まかせ班と配慮班っていうのを地図作りまへんが。作ったら面白いですね。ずっと没頭する班と口から出まかせ班、うん、でも最近は口から出まかせ班の方が多いかな。そうですね、うん、昔は没頭班が多かった。没頭班が多かったですね。没頭班の代表ってどんな人ですか。もう、うん、高倉健さんなんか没頭班ですか。もう健さんなんかもそうですね。どっちかっていうともうポップ屋はポップ屋ですね。そうですあの人そうですよ。撮影に来てて、お前聞いた話ですけど、北海道で自分が出番がないのに零下20度とか30度のところにずっとこうやって立ってるあのいるらしいですよ。自分の出番がないのに他の俳優さんたちが芝居してる間 も、 そうポップ屋になってずっとですよ、うん、だからあれでほんまに死んではると思いますよ。いや、ずっと待ってるらしいですよ。そうですよ。それは皆さんが仕事をやってますからっつって待ってね。僕は絶対もう旅館入ってあったかいとこ言いますね。同じ範囲や。もう言うてやギリギリ頼むで言うて5分でも入ったらまだあったやないかいうタイプです。そうですよね。いや僕もそうですね。どっちかそうですか。同じでもよかったよかった。勝さんはどうなんですか。勝さんはね、あんまり入り込まない人でしたね。はあ、入り込みそうでも入り込まない、うん、あの人は意外に入り込まないタイプでしたね。あの器用な人だったから、もうすぐパッと切り替えられる人。なるほど、その代わり思いつきがあって、今までずっと午前中から撮影ずっと撮ってきて、ここまで撮ってきたと、朝から全部撮り直して、こういう人ですからね。今思いついたのもう一回またごっついデタラメな人でな。いやデタラメじゃないんですよ、ほんまに、うん、自分が思いついたものの方がいいんじゃない、こっちの方がいいんじゃないかと。そうすると最初から全部また撮り直しというタイプですよ。それは潰れますわな。そらそらどうぞ。よく燃えてるわ。いやだからね。木村さん、うん、ここで大事なもんあるから探してくれって言うて大畑のなくさはったやない、なんかなくしたいって言うてありましたな。ああそう、だからこの詰めたのまで。おじさんいつもそういうの苦情を受けちゃうわけ。そうですがな、大変だね。4ヶ月前何やってたんですよ。じゃあまた逃れた思てじゃあ被害者やまた質問や。どうしようかな。どうぞ。これまた何かしながら考えてんねん。4ヶ月前何やってたんですよ。ここへ来る前。前はJR の JR 、うん、JR のあれがさ新聞とかそんなことしてまして。JR の新聞。JR の時のキオスクって話した。ああもう許してくれ。それでええやん。何をだって JR と新聞ってどう考えたって繋がらないもん。清水に新聞は朝下ろしたある人ですやんか。あれも大変だよね。でも奥さんなんか、うん、いやこの奥さんのことばっかり聞いて悪いけどモデルさんでしょ。なんかモデルで、モデルさんね若いやん。いやいやそれもなかなか、いや前の木村さんが聞いてはったわ、うん、あそこの関口さんの奥さん綺麗なぁ言うて、うん、で関口さんやね17違う俺途中で関根さん思い出してお宅はうちはもう嫁はもう早死にました一人ええー、
お子さんと一緒？いや、子供ももう、質問一人で質問、意外しや質問しては当たるわけですよこんな楽なことないよもうそう、いいでしょ子供見て、あ、そう、子供さんいや、もう結婚しました、どこどこええ加減にせこれもええ加減せあそこの陽光炉にバーン入れようどうぞうちはもう嫁はもう早死にました一人、お子さんと一緒いや子供ももう専門一人もう今外国に出ますわベトナムに寂しいベトナム寂しいねベトナムだったらもういっぺんちょっとパンチ浴びせようベトナムベトナムとベトナムにめちゃめちゃ反応しちゃうベトナム一人もう今外国に出ますわベトナムに寂しいベトナムこれマジねベトナムマジのこれ芝居では出ませんよね出ません出ませんねえ あれ芝居でやれって言ってあんなことやったら監督に怒られますよそうでしょでも実際はああなるんだね本当実際こうなるんです今の驚きはもう眉毛もキュー上がりますよ、あれ芝居でやるの違うこと喋ろうと思ってたんですよ大変でないなんかもう子供のこと喋ろうかなと思ったらベトナムっていうのが聞こえてどうもいきなりこれもうすっごい本間のリアクションはやっぱこうなんですよこうなるんですねそれじゃあ新聞運んでて綺麗なものやってたのがこのね、ゴミばっかりの世界になっちゃって大変だ、でもよく似合うよね、よかった本当いい仕事見つけたなそれは今のちょっと嫌いますいやいやそうじゃなくていやっぱりこういう仕事をねちゃんとできる人ってなかなかいないのおじさんみたいに親切にああいやね、来た時にね感激したよ俺いやいや山田とは昔からの連れてんねや、管理人の、そう101ですんで山田あそうなの第一見えたんですよそこで山田帰ってきたんですよストップここに101号管理人山田って書いてあったんですよ書いてあったんそれが目に行ったんですよはあでもこんなん使わなあかん思ってあ、見てみなあ本当だへえ口から出まかせ違うんですよちゃんとあった元でやってるんですよ考えてるんだ考えてますよこれでわかるでしょああそうかじゃあ10あるうちの1つぐらいは考えるんだいや目いっただけなんですよ誰かないかな山田って書いてあったからどうぞでもまあね奥さんもまあお宅でもちょいちょい家あげはりますからね弟さんようきゃるで言うとありますわ弟さん嘘、この間もバタッと部屋から出てきはるの見ましたちょっと真剣にいやそんな心配なんだけど、これね、言うなよって言われてたんだけど、いやもうよろしいあ、いやずるいわずるいもうえらい間取って考えてるものすごい合わせてくれるわこれごっつぐらいでしょよろしいこの間好きやわ止めてくれるのこれツッコミボケとツッコミですからねほんでちょっとしたコントですよこれどうぞよく親戚の方が来る家やな言うてね若い子も来てたりしてって言うてなんかフェラーリ乗ってる人でフェラーリベトナムと同じリアクションタバコ吸わはりまんのおたくいや吸いませんよケント吸わはりまんかこれ女房の親父がね好きなのいやタバコやないのその横にあるやつこれこんなもんこれ何やこれびっくりしたこんなん使われるのかねこんなもんあるかなこれね今これ頭の中ぐる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 何にもない普通のもん指さして言うてるこれはねもう何にするんだろうっていうね不安感と自分で何かに決めちゃおうかっていうのそれはこれはもう言うたばけやからねこれもぐる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 これもう言わん方がおもろいやろ思うからね大変これこの瞬間これ絵影やからついてきてくれまんでねこんなの覗いてうんなげーってこんなものあるかなこれね
女房の、え、女房の何、これ女房が使うんですか、お宅のあの綺麗な人が、え、あ、これお宅、やだな、いや、やだなって、そんなもん、なんだ、隣の木村さんのゴミ持ってきちゃったよまずいな、逃げようという、もう作るのめんどくさくなってもう逃げちゃえという逃げたよ、逃げたよ、もうあんたについていくの嫌やどうぞ、あおじさん、なんで詳しいかっていうと、ゴミ全部見てる言わない、ただの変態のおっさんなんてひどいよ、本当に最後は変態のおっさん、ゴミ漁る変態のおっさん、どうぞ、帰るの、いや、ちょっとゴミ取ってきます、ああ、そう、うん、すいませんね、うん、ちょ、じゃあ出してみましょうか、ここで頼みますわ、うん、ちょいちょいここまた変なの捨てに来る人います、はい、平気やんかな、これは燃やしちゃいけないんだな、後でまとめた方がいいな、それにしてもちゃんと、うん、これは燃せないし、これ燃せないもの、これも OK です、はい全然平気、もうずっはい、はい、どうもでもこれ見張ってやっぱり、まあ僕は分かってましたけど、テレビ見た人はこんなタイプやとは思ってない人もいるでしょうね、高橋さんのこと、どちらかというと違うように、違うとね、もう言うたら映画で出てからあのずっともう長いですけども、もともと出身がその銀幕というところですからね、まあこと縦になるとこれはええ加減なことできないでしょう、はい、怪我しますからね、これはそれは僕らのええ加減さんとちゃうわね、もう絶対次こう来る、もう長いあれはきっちり覚えるんでしょう、ダンスみたいな、いや覚えません、え、どうすんのあれもええ加減でんの、いや、まあ、 あの半分ぐらいこう覚えて半分うろ覚えでやると迫力が出る、ドライスみたいな、いやいや、きっちり覚えちゃうとやっぱりあのあフリになっちゃう、待つんですね、次の方フリになっちゃうんですよ、次こう来るのをこう待ってとかフリになっちゃうんですよ、だからある程度うろ覚えで大体こう刀の流れっていうのはね、うん、刀がこっちに来たものはこっちに行くしかないわけですよ、うん、こっちに来たものはこう振るかこう上げるか2つぐらいしかないわけですよ、ほうほうほう、そのセレクトをその瞬間に考えるだけで、こう上がった刀が下から出ることはないから、ほうほう、こう上がったものはこうやって切るしかないと、でこう上がったものをこう落とすか切るか2つぐらいしか選択がないんですよ、それをずっと積み重ねてるだけですから、だからチャンバラやるときはある程度うろ覚えでやってる方が迫力が出る、キャッっていう瞬間にうわってやると普段自分が思っている数倍の速さでこう刀を落としたりするんですよ、あ、なるほど、うん、ベトナムと一緒ですね、そうです、そうです、ベトナムそうそう、あれと一緒です、瞬間的にその力がすごくスピードが出る、だからチャンバラがやっぱりうまく見える、そうですね、すごい、どこがないかげんないかげんってあるけど、それもやっぱりその型の中の一つとして、そうですから80手ぐらいある立ち回りでも僕はもう1回見れば覚えますよ大体、はい、うん、そうでしょう、見てたら、すっごいしんどいですよ立ち回りは、もうね、もう半端じゃなくしんどいですよ、それをやってんねんから、うん、でもそうですね、25人ぐらい切るんだったらもう一度こう振り付けがパパパパって振り付けたらもう覚えます、25人、はい、気持ちいいやろな25人切んの気持ちいいやろな、これもう最高ですよ、そうでしょ、25人切んのもうスカーッでまた切られる方もうまく切られるとすごくスカーッとするらしいです、そう言いますね、あ、だからいかにうまく切ってあげるかっていう、そうすると相手がもうズワーって倒れてくれるんですよ、それがなんかのーむ切られ方が気に入らないなっていうとやっぱり切られる方も力が入んない、だからスパーっていかに切ってあげるかっていう、うん、まあ今やっぱりチャンバラはね、うん、少なくなりましたけど、そうですね、うん、ある人今日はでも得しましたね、いろんな意味でこんなええ加減なとこ見れてるし本当どうもありがとうございます、どうもわざわざ来ていただいて、高橋英樹さんでございました、どうもありがとうございました、緊張しましたよ、どう出るのかどうなるのか、いやいや、どうしようかなと頭の中ぐーって一瞬いろんなこと考えながら、なんか結構そういう意味では面白かった、まあ、ある種にわかみたいな芝居の原点みたいなものがありますね、はい、
楽しいけどしんどいわ、これ結構。お疲れ様でした。